まあ、何かこう特別なことができるというわけではないので、まあ、自然体で、まあ、臨めればいいかなと、まあ、思ってます。まあ、ここの場所は今までも、まあ、数多く、まあ、対局しているということもあるので、まあ、そういう意味では非常に、まあ、やりやすい場所かなとも思っています。まあ、ここ2局がちょっとこう一方的に終わって、まあ、閉まっているので、まあ、明日からは、もうちょっと内容のある将棋はさせたらいいなと思っています。そうですね、まあ、ここまで見れば3勝1敗とその、まあ、勝ち越すことができていますので、まあ、そういった意味ではその、まあ、今ではその自分のいいところが、まあ、それなりに出ている状態なのかなという気はします。はい。まあ、シリーズも終盤ということになると、まあ、残された局も、まあ、少なくなっていくということで、まあ、より一層その、まあ、大切に、まあ、指していければなとは思うんですけれども、まあ、それでもやはりその、まあ、第一局からまあ、このようなその、まあ、素晴らしい環境の中で、まあ、一生懸命やっていきたいというのは変わらないので、まあ、そういう意味ではそこまで変化はないですかね。はい。やはり一局一局がまあ非常に長い長丁場の戦いでもありますし、まあ、目の前の一手一手を大切に一つ一つのことをまあしっかりやっていって、まあ、その積み重ねでまあ、最終的にまあ内容のある濃い勝利にできればというふうに思っています。